今日午後2時42分ごろ、石川県の都地方を震源とする最大震度6強を観測する地震がありました。東海地方では岐阜県高山市、日田市、白川村で震度3を観測しました。この地震で若干の海面変動はあるとみられますが、被害の心配はないということです。地震の規模を示すマグニチュードは6.3と推定されています。 各地の震度は石川県珠洲市で震度6強、能登町で5強、輪島市で5弱、また新潟県、富山県、石川県、福井県で最大震度4を観測しました。東海地方では岐阜県高山市、日田市、白川村で震度3を観測、また愛知・岐阜三重の広い範囲で震度2と震度1を観測しました。 この地震で若干の海面変動はあるとみられますが、被害の心配はないということです。そしてこちらは震度6強の非常に大きな揺れを観測した石川県珠洲市です。カメラが小刻みに揺れ始めた直後、5秒ほど左右に大きく揺れました。また、車は速度を落として走っている様子もわかります。一方、こちらは震度3を観測した石川県志賀町にある鹿原発です。 現在は定期点検中で運転を停止していて北陸原力に、北陸電力によりますと、現時点で地震による異常は確認されていないということです。そして、この地震による東海3県への影響です。最大で震度3を観測した岐阜県の高山市、日田市、白川村の市役所や警察、それに消防によりますと、今のところ被害の情報は入っていないということです。 また、岐阜県によりますと、今のところ県内で被害の情報は入っていないということです。変わって、交通への影響です。この地震で JR 高山線は一時遅れが出ましたが、現在は通常運行されています。JR 東海によりますと、東海道新幹線は地震による影響はなく、通常通り運転しています。 在来線は高山線の一部の列車に一時遅れが出ましたが現在は通常通り運転していますこのほかの JR 在来線で地震による影響は出ていませんまた、名鉄、近鉄、名古屋の地下鉄に地震による影響は出ていません空の便です中部空港と県営名古屋空港の発着便で今のところ遅れや欠航などの情報はありません高速道路です ネクスコ中日本によりますと東海3県でこの地震による通行止めの区間はないということです今回の地震そして東海地方への影響について地震工学に詳しい名古屋大学の福和信夫名誉教授に先ほどお話を伺いましたあの石川県の都地方震源とする地震がありました石川県で震度6強を観測したんですけども この地震をどのように見ますか。昨年頃からあの群発地震が起きていた場所の近くで起きた地震ですね。はい、今までの群発地震の中で一番規模の大きな地震であったと思います。えっとまずはえっと余震はあの引き続き起きるので十分にあの注意をしていただく必要がありますし、あのえっと、えー、さらに大きな地震が起きることも全く否て で、えー、できるわけではない長周期地震に関してなんですけども愛知、岐阜、えー、三重、えー、ではあの、長周期地震の階級は、えーとまあ、発表されてないので、えー、とこの揺れであの大きな、えー、と揺れを感じた方は、ほとんどいらっしゃらないんじゃないいかと思います改めまして、今日午後2時42分ごろ。 石川県能登地方を震源とする最大震度6強を観測する地震がありました。東海地方では、岐阜県高山市、日田市、白川村で震度3を観測しました。この地震で若干の海面変動はあるとみられますが、被害の心配はないということです。各地の震度は、石川県珠洲市で震度6強、能登町で5強、輪島市で5弱、また、 新潟県、富山県、石川県、福井県で最大震度4を観測しました東海地方では岐阜県高山市、日田市、白川村で震度3を観測また、愛知・岐阜・三重の広い範囲で震度2と震度1を観測しましたこの地震で若干の海面変動はあるとみられますが被害の心配はないということです